9月4日、ストーンズの京本大河29が有料会員向けブログを更新。ファンの間で囁かれていたある疑惑についてきっぱり否定した。写真あり、真空港選挙、打ち上げで奇抜な服装を見せたジェシー。京本をめぐっては、プライベートの様子をファンが目撃したとして、その目撃情報が話題になっていた。 9月のある日、京本さんを新宿区で目撃したとの情報が X 上に書き込まれました。同日、以前ドラマで京本さんと共演した女優が新宿でライブを鑑賞していたそうで、ファンの間では京本さんとその女優がライブデートをしていたのでは、と噂されていたのです。スポーツ指揮者。ストーンズではジェシー、28、と綾瀬はるか。 39, 森本慎太郎、27、と森川葵、29、の熱愛が立て続けに報じられたばかり。特に、週刊文春、が森本と森川の大旅行を報じていたが、森本は報道前にラジオ番組で大名物の三輪自動車トゥクトゥクを連呼していたことから、匂わせだったのか、とファンにショックを与えていた。 それだけに、京本の、共演女優とライブデート、という真偽不明の疑惑を信じてしまうファンが続出していたが、京本さんは9月4日にブログを更新、グループで朝から夜までいた日に全く別の場所で目撃情報が出ている、とし、信憑性のないものが広まっている、と怒りをにじませました。おそらく、 ファンの間で広がっていた疑惑を否定したかったのでしょう。相次ぐ熱愛発覚でストーンズファンは過敏になっている時期なので、京本さんにはファンを安心させたいという思いもあったのかもしれません。前出スポーツ指揮者。毅然とした態度で疑惑を否定した京本。X 上では、京本を称賛する人や、安堵の声が広がっている。 本人がこうやって否定してくれて怒ってくれて本当に素敵だなってさすがだなって思っちゃったストタンさん。キョモタンさんを安心させてくれてありがとうね。すぐに言葉にしてくれるから、不安な気持ちもすぐになくなったよ。キョモありがとう。ごめんね。ちょっとだったけど信じてしまった。反省します。私はストーンズが好きだしキョモが好きです。 だから虚ョモが言ったことしか信用してないし、信頼もしてます。他のメンバーのこともですが、憶測で語って集団パニックみたいになってるのそろそろやめません。